はい、戸隠の奥社に参りました。まだ今朝は朝早いので、ほとんど人はいませんが、ここから、奥社がある、お社までですね、だいたい片道3、40分はかかりますかね。往復で、まあ、最低でも1時間ぐらいはかかりますので、このずっと、まあ、ほぼハイキングコースみたいなもんですけども、とてもこれは本当に気持ちがいい、参道なので、ぜひこの気持ちよさをですね、皆さんと一緒に分かち合えればと思います。本当にこういうもうザ・森の中という感じでございますので、この奥がですね、駐車場とかがあるんですけども、はい、こんな感じの本当にこう緑が多くて、まあこの時期非常に気持ちがいいんですけども、ここから、お参りしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。戸隠神社といえばこの奥社ですね。もちろん、中社、奉公社とか素敵なお社もあるんですけども、やはりこのだけ、まあ、長い参道はやはり日本の全国の神社の中でも非常に珍しいんじゃないかなと思います。まあ、参道でこの山の中の参道なんですけども、ほとんど平坦で最後だけちょこっと登ってるんですね。ですから、まあ、普通に、小さいお子さんでもお年を召した方でも普通にご参拝していただけるんじゃないかなと思います。これ途中でですね、随神門という、まあ、立派な門があるんですけども、そこからまた空気感がガラッと変わります。ここは本当にまだアプローチなので、まあ、はあ、なんていうんですかね、本当にこうハイキングコースっていうか散歩コースっていうか、とても気持ちがいいこういう森の中を本当に歩いてるという感じなんですが、途中でこう大きな門があります。また後でご紹介させていただきますけども、そこから、やはり非常に空気感が変わって、まあ、正気感が非常に増すかなというふうに思ってます。以前にですね、JR かなんかのキャンペーンで吉永小百合さんがその門をバックに CM かなんか撮られて、それで非常にまあ有名になったというようなことも言われています。はい、しばらくかかりますので一緒に歩いていきましょう。ちなみにこの中はですね、本来はまあ帽子とかサングラスとかね、外した方がいいんですけども、まあ、こういう長い参道なので、まあ、最後のですね、お参りするとこだけ、気をつければ、そこはあまり、気にしなくてもいいかなというふうに思ってます。今日は私も失礼して、帽子にサングラスで今参道を歩かせていただいてます。いや、朝早いですし、見えますかね。まあ、今日お天気がまた非常にいいのでありがたいですね。こう歩いてても気持ちがいいです。まあ、平日ですし朝早いですから、今歩かれている方はですね、ほとんどおられませんけども、これはやっぱりもうトップシーズンになるとですね、ここはもう本当にもうすごい大混雑になったりするんで、そのあたりはですね、ちょっと、まあ、来る時期は一つ気をつけていただいたらいいかなというふうに思いますね。おー、北極が売ってますね。まあ、ここを目指してですね、まあ、全国から、あるいは今だと本当に世界中の外国人の方も非常に増えてますので、外国の方もですね、まあ、ハイキングというか山歩きというかトレッキングというかですね、そういうのをこう目指してこられる方も多いみたいですね。あ、いい声で鳴いてますね、ホケツはね。さて、歩き始めて15分ぐらいですかね。ちょうどこの参道の中間地点にあります随神門というところまでやってまいりました。ここがちょうど真ん中あたりかなっていう感じです。まあ、サクサク歩いたので、ね、15分ぐらいで来ましたけども、ここからまた雰囲気が変わりますので、ちょっとぜひ覚えておいてくださいね。今この周り、まあ、入る前のこの雰囲気なんですけども、ここから皆さんと一緒に入っていきたいと思いますのでお願いします。
随神門ってこんな感じですね。よいしょ。じゃあ入っていきます。よいしょ、失礼します。失礼します。随神門を今くぐり抜けてきました。距離にすると本当に数メーター、10メーターぐらいかもしれませんけど、分かりますか、この空気感の違い。もう僕は自分で歩いてきたので、もう明らかにこう、まあ何ですかね、気温が少し下がるというんですかね、そんな感じがします。この先がこの奥舎の、まあ、メインのこう杉並木ということになるんですけども、この杉並木の杉を見て皆さん何か気づくことはありませんでしょうか。わかりますか、この杉の状態。これちょっと見ていただいたらわかるかなと思うんですけど、こうねじれてますでしょう。こうカーブしてるんですね。まっすぐじゃなくてこうねじったような形で、まあ、杉が上にこう伸びているっていう、このねじれてる感じ分かりますでしょうか。これがまあやっぱりここの一つの杉並木の特徴の一つですよね。まあここからどんどんこう細くなって少し勾配もついてくるんですけども、ここはやはりぜひまあ来て感じていただきたいなと思いますね。この空気感を非常にやっぱり素晴らしいですね。まあ明らかにあそこの門からまあなんか空気変わったなっていうのが、多分皆さんも来ていただいたらわかるんじゃないかなと思いますので、ぜひご自身で体験していただければというふうに思います。じゃあ先行きましょう。素晴らしいですね、この空気感。画面からどれぐらい伝わるか分かりませんが、いやーこれは、これはやっぱり価値がありますね、ここに来るまでに。いやー非常にいいですね、気持ちいいですね。神社、まあ参道がね、長ければいいという話ではもちろんないんですけども、まあやはり長いには長い意味がちゃんとありますので、いろんな参道が長い、いい素晴らしい神社ありますけども、まあ、葉月公営的にはこれ参道ランキング的にはもう1位を上げてもいいんじゃないかなっていうぐらい、素晴らしい、この戸隠の奥舎の参道じゃないかなと思います。ぜひこの空気感を皆さんも味わっていただければというふうに思います。面白いですね、やっぱりこう僕は歩いてる方の、自撮りの絵を撮るのと、それから進んでる方に向かって、まあ、絵を撮るのと、やっぱり随分感じ方が違いますよね。この辺りもこう動画の面白いところかなというふうに思います。もう、奥舎の本宮のすぐ近くまで来ています。わかりますでしょうか、最後はこんな感じで結構急な階段を登っていきますので、息が切れますね。はぁはぁはぁ言います、とても気持ちがよく出発したんですけども、もうここまで来るとですね、ちょっと息が上がってぜいぜいはぁはぁっていう感じで、少し汗ばんできますね。まあ最後本当に最後の 何百メーターだと思うんですけども、まあこれぐらい勾配のきつい坂もあるということをぜひ覚えておいていただいて、あ、もうお山が見えてきましたね。登っていくのはこんな感じになります。後ろ見ていただくと結構勾配があるのがわかるんじゃないかなと思います。もうちょっとです、もうちょっと頑張ります。奥山までやってまいりました。はい、ここにはこんな、まあ、可愛らしい滝もありますね。ここまでやってくるとちょっと視界もね、抜けてきます。ここには2つのお社がありまして、
その北社というのと、九頭龍社という、まあ、龍神様ですね、それを祀るお社の2つがあります。じゃあ2つともねお参りしてみましょう。あ、着きました。やれやれ、最後きついですね。登り始めて約40分ぐらいですかね。で、ここまで到着しました。こんな感じです。おかげさまでね、とても天気がいいので本当にありがたいです。じゃあお参りしていきましょう。戸隠神社沖社にたどり着きました。久しぶりですね、ここに来るのは。まあそれにしても見てください、この素晴らしいお天気。見えますかね、あちらの後ろの方にですねお山があるんですけども、ちょっと見えないかな、山のてっぺんがちょっとこううっすらと見えてるんですけども、まあ本当に素晴らしいお天気で、昨日も今日もですね本当にありがたい限りです。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。では奥社と九頭龍社ですね。九頭龍社はこの後ろの方ちょっと、降りたところにあるんですけど、見えますでしょうかね。そちらと2社お参りさせていただいて、でこの奥社はですねちょっと珍しいおみくじがあるので、めったに僕おみくじ引くことはないんですけども、そのおみくじも引いてみたいと思いますので、後で皆さんにご紹介しますね。はい、おみくじ引かせていただきました。この後ろのお社にねおみくじ引くところがあるんですけども、まあ、数え年を言うとですね、神官さんが、まあ、あのお祈りをして、そしておみくじを持ってきていただくという、まあ、ちょっと変わった方式なんですけども、僕のおみくじこれでした。65番ですかね。で、雨の八街の裏方、これは神に従い人を善道に導くの兆しにて、その名あまねく世に聞こえ、末ゆく繁盛すべし、というふうに書いてますね。いいじゃないですか。はじめは人に疑われたることあるべし笑いますね。よくよく心を尽くし己が行をなすときは、囚人に先立ちて仰ぎ尊まることあるべしらしいです。で、どこの神社に、まあ、お参りしたらいいかっていうか、そのどこの神様を、仲良くするといいよみたいなことが書いてあるんですけども、ここは椿の狼を信心すべし。去年行きましたけどね、椿大宮神社っていうことですよね。病ごと長引くとも気遣いなし、はい、らしいです。方角は西方の片よし、いろいろ書いてますけども、65番11ですからね、やはりこう、まあ、自分の信念というか直感というかひらめきというのをもっと大事にした方がいいよというようなことかもしれませんし、椿大宮大社はこの間、この前ね、去年行ってすごく、まあ、良かったので、また今年も行こうかなと思ってますので、まあ、伊勢神宮をお参りするときはですね、ぜひ行ってみたいなと思ってます。まあそれにしてもこの絶景というかですね、この後ろにこう戸隠のお山が控えてるんですけども、まあ本当に素晴らしいお天気でですね、わかりますか、このね、この先がこれ、戸隠神社の お山なんですけども、まあ、あの本当にありがたいことにですね、2日間とも素晴らしいお天気に恵まれまして、いい参拝ができたなということで心より感謝しております。皆さんも機会があればぜひ、来てみてください。じゃあありがとうございました。持って帰ります、これは。はい、ということで、元の鳥居のところまで戻ってまいりました。だいたい1時間半ぐらいですかね。片道だいたい2キロぐらいあると思いますので、往復4キロぐらい、まあ、ゆっくり歩いて、まあ、1時間半、まあ、2時間弱ぐらいでしょうかね。まあ、いい散歩というか、まあ、ちょっとしたトレッキングっていうかですね、
だったと思います。まあそれにしてもですね、おおありがとうありがとう、それにしてもですね、やはりこうありがとうね、ありがとうございます。蝶々ね、よっぽどなんか美味しい汁が出てるんでしょうかね。あの蝶々神様の使いって言いますから、まあその花の先につくっていうのはどういうことかなと思いますけども、とても気持ちが良かったですね。皆さんにあの随神門のあの前後のあの空気感の違いをですね、ぜひ一度3回目です、ぜひ一度ですね体感していただければなというふうに思います。戸隠奥社、まあこんな感じでしたけども、はい、皆さんにその空気感伝わったでしょうか。ぜひ機会があれば皆さんも訪れてみてください。じゃあありがとうございました。はい、蝶々ありがとうねナイスリアクションありがとう。